つまりは引き寄せには必要不可欠ないい気分の状態でいられなくなると。皆さんこんにちは、スピーチュアリッチ山林です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は当日になりましたけれども、金運アップの虎の日です。今年は36年ぶりの豪雨の虎年ということで、九星気学において最も運気の強い1年、特に金運に恵まれる1年とされています。そんな虎年の虎の日ということで、何かここにはありそうですね。今日は当日のアナウンスになりましたが、虎の日ってどんな日なのか、そして残りの数時間でも今日開運できる簡単なアクションや、金運を高めて豊かさの引き寄せを起こす開運フードをご紹介したいと思います。今日は虎の日ですけれども、明日は一粒万倍日で、明後日は土の富の日ということで、3日連続で開運日になります。明日は一粒万倍日に見るだけで浄化されて開運する遠隔参拝エネルギー動画を朝にアップしますので、今日は最後にこの明日の参拝動画についてのお知らせもさせていただこうと思います。今日もぜひ最後までご覧になってください。そうそう、本題に入る前に一つ大切なお知らせをさせてください。今月1月18日は蟹座の満月がやってきます。この満月は明日から始まる水星逆行期中に来ますので、感情のあぶり出しがあったりですとか、現実的にもちょっとしんどい展開になる人が多いと思うんですけれども、水星逆行期のエネルギーあたりみたいなものをよりソフトにするようなね、ヒーリング動画をお届けしたいと思います。このヒーリング動画は満月になってから48時間以内に見ていただくことで効果を最大限発揮しますので、お知らせがいくようにチャンネル登録とベルマークのクリックをお願いいたします。お知らせは以上です。はい、それではですね、今日のこの虎の日についての基本情報を簡単にシェアさせていただきますと、虎の日は毘沙門天という戦いの神様の縁日を表す日のことで、特に金運が上昇する日とされています。そしてこの毘沙門天の使いとされているのが動物の虎なんですけれども、この毘沙門天の使いの虎が毘沙門天に人間の願いを届けてくれる日と言われているんですね。ちなみに毘沙門天に関してですけれども、僕は人間の形をした毘沙門天が実在するというふうには思っていませんが、毘沙門天と古くから名付けられたエネルギー体、意識体は存在すると思っています。スピーチュアル能力の高い人であれば、毘沙門天とチャネリングしたりエネルギーを下ろすことはできるんですね。それは置いておいてですね、この虎の日の虎ですけれども、金色の毛をまとっていることから、古くから中国なんかでも金運のシンボルとされていまして、そんな虎の日にはお金を循環させることでお金の巡りが良くなって金運に恵まれると、そんな縁起のいい嬉しい開運日とされているんですね。虎は足が速くて一瞬で千里を行って千里を帰ってくると昔から言われていまして、戻ってくるのが早いという意味があることから、虎の日にお金を使ってもすぐに戻ってくると。それから虎の日は遠出をするのも開運アクションなんですね。旅行に出かけたりだとか、少し遠出をしてみたり、出張、帰省、引っ越しをすることにも向いている日とされています。日帰り旅行に行くのもいいですし、近場でも何駅か先の駅に行ってみて、いつもとは違った景色を見てみるだけでも新鮮な気分になれてリフレッシュできるんじゃないかなと思います。実はこの移動っていうのは運気を活性化する開運アクション、なんですよね。運という言葉は運動とか運転とか運送というように、この動きを表していますね。一箇所にはとどまらないで常に動いているものを表しています。僕も日本中世界中を毎月移動しているんですけれども、こういう移動の多い生活をするようになってからは幅広い人脈に恵まれるようになりましたし、あと事業とかビジネスのヒントになるような引き寄せも毎日のようにキャッチできるようになりました。実際虎の日でも虎の日でなくても遠出を繰り返すとエネルギーの巡りが良くなって運気が上がるということ、こういうことはですね、本田健さんとか斉藤ひとりさんといった現代の著名な人生のマスターたちも言っていることなんですよね。ということで虎の日の開運アクションに入っていきたいと思うんですが、まずはですね、お金の循環を良くして金運を上げるアクションとしては、契約事とか、あと投資とか、借金を返済することとか、あと財布を新調したり使い始めるということ、あとは寄付や募金をすることも虎の日には金運アップすると言われています。特に虎の日はですね、先に出すことで帰ってくるというこの循環がテーマになっていますので、なので貯蓄に最適とされている身の日よりも虎の日にはお金を使い始めることですね、こっちを意識していただきたいんですね。富の循環の源になるっていう意識でね、過ごしていただければなと思います。あとは新規ビジネスの開業とかお店のオープンを寅の日にするのもすごくおすすめですし、あとは寅の日の毘沙門天が祀られている神社仏閣にお参りする寅の日詣に行くのもおすすめのアクションです。他にも大きな買い物や車の納車、あと自分や事業の未来の発展のために融資を受けるということ、あとはローンを組むことも寅の日にはいいとされています。これは今まで何度かお伝えしているんですけれども、生活が苦しくてそこから一時的に逃れたいから借金をすることとか、あと一発逆転狙いでギャンブル的な投資をするとか、あとは一攫千金を狙って宝くじに人生をかけるというような不安とか心配事が元となる行動は寅の日であっても報われませんので、これは要注意です。こういうのにちょっと心当たりがあるなっていう方は、心もお財布も豊かな人はどんなマインドでどんな習慣を持つことでお金に愛される人になるのかを今一度じっくり学ぶ日にされるのもいいと思います。もしよかったら動画概要欄にある豊かさの無料プログラム、これ最新のもの最近できましたのでやってみてください。それからさっき言った寅の日に毘沙門天が祀られている神社仏閣にお参りすることを寅の日詣と言うんですよということをお伝えしたんですけれども、これも今日の開運アクションなんですが、今日はもうちょっとね時間的に神社や仏閣に行けないよって方も多くいらっしゃると思うんですが、これはご安心ください。実はもうすでに今朝YouTube ストーリーに毘沙門天のパワースポットの遠隔参拝エネルギー動画を公開しています。これを見ていただくだけで寅の日詣が今すぐにできるようになっていまして、寅の日詣をリアルでしているのと同じようなご利益を受け取れる設定をしていますので、こちらもぜひ運気アップにお役立てください。このストーリーを見るにはスマホ版の YouTube アプリからこのチャンネルのプロフィール写真をクリックしてください。 YouTube ストーリーはスマホからしかアクセスできませんので、こちらご注意ください。それで今日は冒頭でもお話ししたように今夜ですね、今夜食べるだけで寅の日に最適な金運アップが狙える開運フードをご紹介したいと思います。今日は5つご紹介しますので、本当にどれでもいいので今日中に召し上がってみてください。1つ目は卵、2つ目は柑橘類、この柑橘類っていうのはオレンジとかみかんとかレモンとかグレープフルーツのことですね。そして3つ目は人参、4つ目さつまいも、そして5つ目は蜂蜜です。今夜は卵、柑橘類、人参、さつまいも、もしくは蜂蜜がお手元にあれば召し上がってみてください。この5つには共通点がありますが、お分かりでしょうか。そう、黄色いですよね。黄色い食材は金運を上げてくれるパワーフードなんです。特に5つ目の蜂蜜なんですけれども、普通の蜂蜜じゃなくってローハニーと呼ばれる精製していない生の蜂蜜がすごくおすすめです。ローハニーは栄養価も普通の蜂蜜よりも断然高いですし、すごく波動の強さを感じられる食材です。一般的に売られている蜂蜜は精製されていて、途中の加熱処理される段階で栄養素がなくなってしまうんですよね。なんですけどローハニーに関しては加熱していないので栄養素もそのままですし、色だけじゃなくて栄養的にもスーパーフードなんです。免疫力を上げたり腸内環境を整えることに効果が期待できます。この腸内環境を改善するというところがすごく大切でして、実は引き寄せマスターは腸内環境がきれいという共通点があります。腸脳相関という言葉がありますけれども、腸の状態が良くないと脳の状態も良くなくなりますので、鬱になりやすかったりメンタルが乱れがちになってしまうということが分かっているんですね。つまりは引き寄せには必要不可欠ないい気分の状態でいられなくなると、これが腸内環境のせいで脳の状態も乱れてそういう風になってしまうということなんですね。スピリチュアルや自己啓発のワークをしてもなかなか変化しないという方は、腸内環境起因の脳内環境が原因である可能性も高いです。なので腸内環境を整えるだけで引き寄せが変わることに気づかれる人も少なくなくてですね、それくらい人生の充実度を左右するものですので、金運アップも腸内環境改善も脳内環境の改善も期待できるローハニーは一番の寅の日の開運フードかもしれません。あとはお仕事で成功することと金運って切っても切れない関係だと思うんですけれども、お仕事運を上げたい方にはさっきので言うと柑橘類が今日はいいと思います。柑橘類にはクエン酸が含まれていますよね。このクエン酸は疲労回復と集中力の向上を手助けしてくれますので、今日のお仕事をもう一頑張りしたい方や疲れを取りたい方は今日の開運フードの中でも柑橘類を選ばれるといいんじゃないかなと思います。はい、それではですね、今日は寅の日の話だったんですけれども、明日は一粒万倍日ということをさっき言いましたよね。この明日やってくる一粒万倍日の幸運が舞い込む遠隔参拝エネルギー動画のお知らせをさせてください。今日は寅の日の遠隔参拝動画あげましたけれども、明日は一粒万倍日の参拝動画をお届けします。明日は東京都の大田区の羽田神社の遠隔参拝動画を YouTube のストーリー機能を使って公開します。このエネルギー動画は明日の朝9時頃にスマホ版の YouTube アプリからこのチャンネルのプロフィール写真をタップしていただければ流れるようになっています。ストーリーは1週間アーカイブが残りますので、先日のおのころ島神社の参拝動画や今日の寅の日の参拝動画が流れた後に、明日の一粒万倍日の羽田神社のエネルギー動画が始まります。ということで、明日も必ずチェックしていただいて、浄化されて気分のいい状態で一日過ごすようにしてください。今日も明日も明後日も開運日ですので、この3日間はですね、極力いい気分で過ごして素敵な引き寄せを起こしましょう。やっぱりいつでも忘れたくないのは、引き寄せの法則は波動の法則、波動の法則は気分の法則だということですね。いい気分が素敵な引き寄せを起こしますので、極力いい気分を心がけたいところですよね。ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が役に立った、面白かったと思われた方は是非いいねとチャンネル登録お願いいたします。今日もスピリチュアリッチ3輪がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。